は、3回目です。今回いくつか動物をちょっとみんなさんで一緒に見たいと思ってるんですけども、どれだけその多様にというか、どれだけいろいろなのかなっていうことをまず最初に見たいのです。矛盾な感じだけど、必ずしも木の枝を見ているわけではなく、力が抜けて四方に意識が拡散している感じ。欲求のその気持ちみたいなものが、エネルギーが切れない。ぬいぐるみの中身が見たい。それはどうなんでしょう。はい。これはどうですか。これもだから同じですけど、裏側というか。上地の裏を中から見てるみたいな。ゴムがこうやって端と端で引っ張ったらこれで終わりだけど、この端で引っ張っているここがまたさらに別のところに向かって引っ張られていて、バランスを変えようと思ったらものすごい大量の力が、いや力は大量じゃないんだけど、小さな動きで拮抗がうまくいっても小さな動きで全てがバランスを徐々に変えていくことができるっていうことだと思うんですよ。固定されていないから、見るっていうことの意識が何か変わったりとか、可能性が別のところに開かれたっていうことが、共有できたらいいなっていうのだったんですよ、じゃあ今日はこれで終わります。